後にパスした後っていうのがすごく重要で、パスした後何するか。メアルはいいね。もう一回出した選手が、ポジションやった選手がパス出した後、自分からパスラインを、この選手に対してのパスラインを切りに行く動きを入れる。まず公式キャンプでしっかり、まあ、フィジカル面というのは作ってきたので、宮崎では、まあ、チームのやることをまず第一にみんなで浸透させるということが、まず一番の大きなところだと思うんですけど、で、まあ、19、20、21とやってきて、まあ、プレーオフ、昇格、降格と経験しましたけど、やっぱその経験というのは、まあ、僕のサッカー人生においてもすごい大きなことですし、まあ、チームにおいてもまあ、歴史の中の一つでしっかりみんな感じている部分があると思うの でその思いを今年しっかり、ピッチでぶつけて最後の最後で、昇格優勝という形で持ってこれるように宮崎ではしっかり準備していきたいと思います。いつも応援ありがとうございます。今年もキャンプが始まってまたシーズンが近づいてきたんですけど、みんないい準備して開幕に向けて努力します。シーズン通していい戦い、まあ、悪い時もあると思うんですけど、変わらず応援よろしくお願いします。まあ、徳島に来て、まあ、やっぱ高知キャンプから、まあ、単に走るっていうよりはボールを使ったトレーニングが多くて、まあ、やっぱボールを使って動くってことは、まあ、チームのやり方っていうかはボールをもっと失わずにつないでゴールを目指すっていうところなんで、まあ、金沢とはやり方は全然違いますけど、まあ、そこに対しての不安要素っていうか、まあ、不安なところはないんで、まあ、まだまだ慣れてない部分もあるけど、まあ、そこをもっと勉強しながらこのキャンプをいいキャンプにしたいです。まあ、移籍してきて、まあ、期待されてけどあんまりそこは気にしてなくて、まあ、自分の持ち味、まあ、ビルドアップやったら、まあ、縦パス入れるとか、まあ、守備やったら対人で負けないっていうところは、まあ、自分の役割であるんで、まあ、そこをもっと上を目指してやっていきたいですね。1年で J1 復帰を目指して一緒に戦っていきましょう。